さあ今回も皆さんに質問していきましょう、はい。今回なんですが、最近よく聞く苦しいこと、宮本さんこの後ちょっと大変なことあるよっていう話だったので、一体どんなことがあるのか具体的に教えてもらえればなと思います。というわけで、まあまあどんなものがあるのかなっていう、やっぱ苦しいイコールやっぱ嫌なことなのかな。まあ大変なことみたいな感じではあるけど、出てるのね。でもなんか試練っぽい言い方もしてたけどね。そうやな、うん、試練ってなんか最終的にいい意味になったりもする。乗り越えればな。そうそうそう、うん、だから最終的にいいことなのか、結局苦しいことのままなのか、うん、っていうのはやっぱりちょっと知っておきたいことがあるよね。本当にやばいことだったら多分そっちの赤い封筒の時もそうだけど、本当にやばい時は多分せっちゃんたち言ってくれるだろうかな、うん、気持ちは、うん、あるわな、うん、まあ何かしらでも一体どういうことがあるのかなっていうのはちょっと気になるし、うん、うん、まあ聞いてみようかなと思いますね、うん、まあまあ一つずついろいろ聞いていってかなっていうのするんで、まずは今回この質問でいきたいと思います。さあ、設定を完了しました、はい。せっちゃん、大さん、よしこさん、それからさるくん、おしゃべり人形ですね。質問が、まあ、苦しいことってどういうことがあるんですかという質問です。うん、それではいつも通り撮影します。
これがね、ちょっと見せますよ今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください。これいやこれ通りたくねえわこんなん。おいおおやばいやばいやばい、これはいいなぁ。